麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。本日は第18期女流王位入れ替え戦ファーストステージの模様をお届けいたします。実況は私阿久津翔太が、解説は斉藤豪プロが務めます。斉藤プロ、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。それでは本日の出場選手をご紹介します。まずは1回戦チーチャスタート、東条リオ、女流王位 C2 リーグ1位での進出となりました。続いてナンチャスタート、井上美子、女流王位 A リーグ14位で、この入れ替え戦に挑みます。続いてシャーチャスタート、宮内梢、女流王位 C1 リーグ2位での進出です。最後にペイチャスタート、桜川姫子、女流王位 B リーグ6位での進出です。本日は以上の4名で対局が行われます。それでは斉藤プロ、本日の見どころはどのようなところになるでしょうか。はい、やっぱりここ人によって違うと思うんですけども、はい、C2 とか C1 とかにいる選手が飛び級できるっていうのがこの入れ替え戦の魅力だと思うんですよ。うん、そうですよね。そう、でも結構辛いんですよね、条件が。うん、1位を取って、はい、次のセカンドステージに行ってそこでも1位を取らなきゃいけないみたいな。そうですね。でもそれでもし A リーグに飛び級できたらね、はい、激アツということで、はい、それが生まれるかもしれない面白い対局が始まると。はい、いうことです。そして、本日の奇襲順位、同点の場合なんですけど、左から順番に、はい、桜川、宮内、東条、井上の順に有利となっておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、さあそれでは対局場の準備ができたようです。第18期女流王位入れ替え戦ファーストステージ1回戦統廃の開始です。立ち合いに山田裕之の合図で対局が開始されました。それでは改めまして、1回戦ちいちゃから東条、なんちゃ井上、シャーチャ宮内、じゃあ桜川の並びとなっております。まずは東条の親番からドラーチーピンです。それでは本日解説、斉藤プロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さあまずは東条の親番からです。なんか端っこに寄ってますね。はい、役を狙う、はい、はい、今日のメンバーの中でも女流か A リーグ経験ないのが東条のみということで。なるほど。はい、まあ、しかもね、 C2 からの A となればね、もうさすがに何個飛びくになる。 C1BA3 段階、3段階、はい、しかも気圧じゃないですか。女流家って通年なんで、はい、最短で考えても何年分よっていうことじゃないですか。はい、もちろんね、当時もし入れ替え戦ダメでも C1 には初期確定してますけれども、うんうんうん、いやもう全然違う全然違いますよね。全然違う。だからぜひともね、ここで飛び級、はい、てかドラさんじゃないですか。ドラさんですよ、桜川。あまりにもいい。これどうしたいですか。7、8、9見ます。7、8、9見たいですね。仕掛けもあるし、はい、あと一通も少しありますよね。ありますね。だからチーソーから入る形が一番理想か。あ、なんかよくあるめちゃくちゃいいイシャンテンですね。はい、なんかゴールデンイシャンテンとか言われるやつですよね。はい、そうですね。いやこれはまあゴールデンではないですけど、上の3色に手役は絞りましたね。そうですね、1通よりも3色というところです。はい、まあ、今日は1人しかね勝てない戦いですからね。だから実際これタイトル戦の決勝みたいなもんですよね。ってことは、はい、決勝2回勝たないと A リーグまでいけないということですよねどんだけ辛いんだ。おいいピン残さなかったですね。チートイツとかトイツでとか、まあ、いろいろありましたよね。はい、ただそれよりもやっぱり 7,8,9 で仕掛けられるようにですよね。はい、まあ、ダイレクトのチーソーってのをおそらく重視してそうですよね。うん、はい、なんか捨て牌がローソーすでに2枚見えてパーソーも1枚見えてるし、はい、ペンチーソー引いちゃえば勝ちみたいになりそう。はい、お登場が仕掛けていきましたよ。ペン3ワンチーチャンタですね。はい、早速登場です。え今何ですか今待って、はい、突っ込んだ方がいいですか今。いや登場ですね。早速、はい、登場の仕掛けが登場したと。はい、宮内がイシャンテンです。うん、やっぱ実況も長くなってきましたからね、福士さんもその辺のスキルアップが感じられますねはい、ということで、はい、スーピンです。まあもう使いようがないかな。ムーピン切っちゃってますからね。そうなんですよね。引き戻し期待するにしてもロスがあるからということで、はい、ここはいいピンを選択。東条さんは9ピンにドラとか持ってきたら打点アップか。そうですね、その場合は純ちゃんドラ1までいきますもんね。はい、現状だと1500から5800まで。うん、おあ来た。これはただこれどうするんですか。冒険するありますよね。急走、自分からパーソー4枚見えてるからもう山との勝負。はい、うん、あと一応チーピンも1枚見えてないんで、はい、しかも山にいるし、このままシャンポンでいくのか。チャレンジはありですね。
シャンポンチャレンジいきますか。いかない。おここはくっつきに構えます。ということはもう絶対に上がり逃すわけにはいかないという意思ですね、これ。はい、ギャンブルリーチはもう本当に山との勝負になっちゃうんで、うん、はい、確実に上がりやすい街を作って勝負すると。そういうことですね。はい、宮内も白暗湖のイーシャンテン、そして冒険した先にはペンチーワン。さっきよりはマシですか。マシですか、うん、いきますか。これでここから手代わりの3色待つと一応仕掛けができるというメリットはあるけど、果たしてその猶予があるかですよね。はい、ということで構えました。はい、ここは桜川リーチドラさん上がれば超高打点満貫でございます。うん、ウーワンが早切り、急速統一落とし、若干ぼやけますかね、どうだろう。うん、G1 がもしかしたら打たれる可能性もあると。なんだろう、急走のシャンポンより、はい、シャンポンを一体一回払ってるってことになりそうじゃないですか。そうですね、手組み的にはとなるとペンチ1残ってることあるのかなみたいな。例えばなんかそれだったらペンチ1払うんじゃないかって、うん、その可能性の方が高そうですよね。はい、結構レアケースですよね、一回テンパイ外してこうなってるから。そうですね、盲点と言えるでしょう。うん、登場は何の統一落とし。まあ、ただあとは見合ってる人がいるかどうかですよね、手配が。うん、宮内もね、白の暗黒都市に手をかけたんで、はい、結構一人旅になりそうな雰囲気になってきました。7万どうですか。2枚あります。2枚十分。十分です。お、純ちゃんのイーシャンテンドラキャリー復活、勝負だな。 E1 は勝負だ。3万が早いってことですね。3万が3枚見えてる。3万3枚見え、そうですね、はい、比較的。はい、さあ桜川、まずは2戦4戦決めたい。うーん、結構気持ち入ってそうですね、所作。はい、桜川第17期女流か A リーグで戦うもそこで高級となり、はい、そして B リーグでこの入れ替え戦に行くことになりました。うん、もう一度女流か A リーグで打ちたい。きつい、スーソーはきついです。ピンズかマンズ払いますか。ほとんど経典みたいになっちゃうけど、うん、まあ、転配できるのも偉いですからね。親番連チャンして転配料もらうと、はい、どっちも筋なんですよ。うん、そうなんですよね。かん、お、お、あ、ここは一番強くいったか。数層勝負する前提ですからね、これ。そうですね、うん、だから5800の転配は見合うから一番強くいった形ですね。はい、勝負してやろうじゃないかと。最後のチーピンは井上さんに吸収されちゃったんでもうないんですよね。なるほど、では東条はチー1を引いてようやく転敗というような、うん、なんかチー1のめくり合いだもはやめくり合い、はい、一人は転敗止まりだけど、はい、めくり合いです。チー1は2枚ある。さあ東一局から桜川の高打点が炸裂するのかどうかですね。はい、井上も粘れる方のペイの問い届しか、うん、宮内もね、あっさりと白の暗黒都市で、まあ、1枚しかまだ切ってないですけど、うん、そうですね、慎重に行きましたよね、はい、やっぱ自身にドラを来たよ。いや、来たら勝負だよ。はい、勝負、数層勝負だ。天敗、ただチーピンは山にはない。チー1は残り1枚、もう1枚は吸収できないですからね。はい、ただこうなったらもう最後まで生き切ると思いますよ。そうですね、はい、数層も押してるぐらいですから、うん、G1 も止まらないか。 U1 早いですもんね。何ならやめるですよね、逆に。はい、なんか怪しいリーチにはなってきてると思うんですよね。馬強が真ん中出すぎみたいな。うん、チュンチャンパイめっちゃ出てるし、井上もイーシャンテンまで来てますね。うわ、急走シャンポンなら本当だ。あ、7万なくなった。ここに来た、引き分けだ。はい、次が敗手です。これで流局、うん、東条天敗取り切れましたね。東条桜川2人天敗で流局。桜川としてはね、まず勝負で決めたかったですけれども、ですね、いやでもさすがにあのシャンポンでリーチ打つの怖いですよね。実際急走待ちみたいなものだから。そうですね、
絶対ドラさん上がり逃しだけはしたくないという気持ちで一回慎重に入ったというところでしたね、はい、そうですね。さあ当院局一本馬強卓1登場の連チャンです。ドラウアン、うん、3統一4統一しかもメンツテでもいいような、うん、メンタンイペーコーとかいろいろありますからね、はい、普通に手なりで両天秤で進めそうな気がする。お役配の白から行きましたね。かなり攻撃的、はい、おたかぜのシャーとか E1 よりも白と、はい、もうリーチを目指してますね、はい、おダブトンからいった。もう宮内もね、じゃあ私はダブトンから切ってやろうとどういう戦い、はい、捨て牌で戦ってるよ。もう第一代戦ってますね、もう、はい、シャーですね。うちもね、ジョリオカ獲得してますからね、うん、なんといっても。さあ、宮内もね、ソーズ、イーソーリアンスのとこ払えれば、うん、タンヤオ系のいい手になりそうです。お、一個アンコリましたよ、東條さん。これでイシャンテン。ただ、カンリャンマンに魅力がないんでね、はい、3万と払っていきたいですね。そうですね、もう払う予約しときたいですね。はい予約、はい、うん、目いっぱいにするならローピンですけど、そんな目いっぱいいらないですよ。このローピンだけは切りたくないですよね、うん、このルールこのルールじゃなくてもやっぱ打点魅力がありすぎて。いや宮内もいいリャンスを引いた。これでもう仕掛けますかね、うん、確かに。何のシャンポンでしたっけ、ローワンとローピンのシャンポン、はい、ドラがウーワンなんですよね、うん、だから一応高打点の手代わりがあるので難しいところですね。ドラを引いたらね、超勝負手ですよ、はい、なんだこれ、いいそう、はい、もう桜川さんも面白い手にはなってますよね。そうなんです、うん、2アンかローアン引くだけです、はい、もはや。そして東条もね、イーシャンテのこの形十分系です。井上はちょっと現状打点もないような苦しい形、うん、そうですね、ちょっとお休みになりそうかな。あ、もう行くか。いや、ありますね、ダンチーピンか。お、両ワンもういらないってことですね。そうですね。あ、うわ、最高のチーピン。これどうします。シャンポン闇天からのチートイツ勝負もあるし、リーチもあるし、 どっちでもありですね。何が一番いいんだこれは。いや、分からない。あ、これリーチの構えだ。リーチの構え、うん、一番強くいった。はい、登場パワー1三走シャンポン待ち、そして宮内もローワンポンしてローピンリャンウソのテンパイを入れます、うん、さあ登場リーチ対応イペイコー高打点あるのか。パーマン3層は3層が1枚残ってますね。リャンウーソーローピンはローピンなくてリャンソー1のウーソー3、うん、ということは足すと何枚だ4枚ですね、はい、はい、4対1。いや、でも選択いろいろありましたよね、東條さんの手。チートイツにするとかありましたもんね、うん、あ、選択リャンピンかな。ノーチャンス。ノーチャンスと言われてしまってはリャンピンですね、うん、現状でタンヤオの3面ちゃんですからね、はい。さあ枚数は圧倒的に宮内だが、桜川さんローワンポンされてやる気ないでしょうね。確かに欲しかったのに、はい、悲しい。うー、そうだ、枚数の勝利、ここは宮内です。タンヤオ1000は1300、強卓も回収です、うん、これ大きいですね、かわしたの。はい、大きいですね。実2本ついてきたわけだから、東條の勝負手をかわしていきました。さあ、トン2局は井上の親番です。ドラはペー。さあ、ここまではまだおとなしい井上ですが、うん、手牌にはドラが1枚見えています。ちょっと苦しそうだ。そうですね。あ、お、ワンコってた。隠してましたね。左の想像がいい、はい、うん、楽しみは最後まで取っておくタイプですねあ、ドイツで見切りましたね。そうですね、ペイがあるから、はい、一応重なった時にチートイツイシャンテンとかもあったけど、ここは初のみになる可能性も十分に視野に入れてると。はい、パワー1残してれば、まあ、4トイツの形でしたか、うん、ですね、はい。さあ、桜川はチー1を先に切っていく。東條もこの白のポーンするかどうかみたいな選択がここで出た。白泣かない。結構厄介スルーするんですよね、東條さん。はい、うん、一応泣くと本一に一気に行きたいところだけど、うん、これで柔軟ということですね、ピンチの受け入れ入れて、ね、東條はね、かなり面前でリーチというようなタイプですよね、はい、結構めっちゃスルーしますね、役は一な気はしない、
はい、信用できないんですよ東条さん、うん、あれさっき薬害これ切れたから、うん、まあ大体通るっしょって言って、うん、リーチに打つと当たったりするんで、はい、それで5200とかたまんないですよね。たまんないです。あ、いい牌引きましたよね。さあこれで東条かなり手を進めやすくなった。ドラが東条以外の3人に分散しています。あ、じゃあ東条さんにとっては有利ですね。はい、さあ2枚目の白、これはポンだ、うん、いつもの光景って感じでしょうね対局者からすると。はい、2泣きということで、さあただ井上も形はいい。桜川としてはねピンフの手でドラ打つかどうかの選択が来そうですよね。ですね。しかもトーン浮いてるんですよね。はい、ってことは東条さんが転敗する。確かに、むしろ間に合わなくなる可能性まである。はい、宮内もいいシャンテンまで来ている。あ、どうする。パイ効率はつもぎりだけど、よもやの、やっぱり今思った、はい、よもやのって思ったんすよね、はい、これウーアン泣けたら大きいよ井上さんの。そうですね、はい、羽まんまである手ですか。あ、イワンだ、ポンだ、これはポン。で3ピン、はい、2ピンか、うん、安全度でピンズ423と一メンツ落としにいきます。井上、これドラタンキリーチでポンだよ。ポンドラタンキのリーチ、そして登場ウーアンポン。うわ、これ見事な手組みで羽まんテンパイ高め、手からピンズ423、しかもどっちもポン出しだから、うん、もう一メンツあったところから落としてる、ね、はい、確定ですね恐ろしすぎる。トン山一、リャンマンはなんと山山三山、3対1、打点はどっちも高い。確かに、いやこれは決めに来ましたね。はい、いや登場、あ、リャンマン1個やった、2対1ですか。うん、すごいピンズ一面ず落としのこの、いやでもこれ見事ですよ、はい、決まらなくてももう戦列ですよね。はい、さあどうなる、2対1。ただ井上もねこれドラ積もったらねもう3900ゴールですから大きすぎる。そしてこうなったら東条さんもドラ止まんないですよ。はい、このルールでね休め満願高め跳ね満みたいな手は降りれないですから、よほどじゃないと。そうですね、バシッと。はい、さあどうなる。いやもうマンズは怖い、いや怖い、怖すぎる。これがマンズじゃないことあるのかみたいな感じですからね。そうですね、一メンツ落としてる分、はい、安かったことはない、このうわーペーだー。これは井上の上がり、リーチドラドラ7700。いやでもドラ短期リーチいった井上さんもね積極策余ったし、はい、東条さんはほっぺた膨らませながら打ちましたね。お、これは我々の方に何かを訴えかけてますか、はい、何かが7700の出上がり、はい、あでも普通に続きましたね。はい、さあトン2局1本場、井上の連チャンです。ドラーパーピン、いや井上大きい上がり決めましたね。いやめちゃくちゃ大きいです。お、ソースがすごいことになってますよ。ソーズの森ができてる。ソーズの森、はい、これもね鎮痛まであるかもしれませんよ。ツモによってはですよね。ただ微妙にタンヤオにもなりそうなのがポイントですよね。なるほど、タンヤオ止まりと。うん、タンヤオの森だった。だから森に入るかどうかはツモ次第。ああ行くんじゃないですか。まあ行きますね。ただ本一の実はちょっとねなんか不服ですよね。森ではない、林ぐらいですか。林ぐらい、なるほど、森まで行きたい。森まで行きたい、はい。でもペー重なっちゃったんだよな。とりあえずペー、ペーポン、うん、はい、そうですね、2枚目ですからね。白発どっちか重ねて攻めてコッパー7。おっと2アンコ目、なんか近年夏目坂スタジオでは役満が出やすいと言われていますが、マジで出てますね、はい、本当に100万出ないことの方が少ないぐらいの、うん、近年というかもうここ 1,2 週間で大変な数出てますからね。大変な数出てます。いや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 、ちょっとそんなこと言うから、いや一応数層は1枚山にいる。 E1 チューンはチューン1枚、 E1 誰も持ってない、 2,1,1 ありますよ、この近年の傾向を見ますと、うん、起こりうる。今日もあるのか、いや本当に来たよ、リーチだよ。しかも
新山ですか。新山ですよね。はい、新山です。いや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 、てかチュンぐらい普通に出るかもしれないですよ。捨て牌をおとなしくしましたし、あ、これ危ない危ない危ない。いや、全然で全然打つ。え、ていうかこれもチュンしか切る牌ない。いや、打つ。これだってないもん。チュンでしかない。しかも捨て牌がおとなしすぎるんで、宝珠打点だ。単純に。うん。いやー、これでも登場のチュンも。え、これさ、振った方が。いやでも1万2000です打ったら。あ、そっか、うん、積もられるより払うんだ。はい、ただ今回優勝しか意味がない。あ、もうチュンだ。これチュンだ。 100% チュンですね。はい、日頃のイシャンテになってしまった。宮内の上がりリーチチュン3といて1万2000は1万2300。こんな捨て牌で5巡目リーチでトイトイ3個出てくるなんて、はい、聞いたことありません。聞いたことないですね。とてつもないことが起きてるこの入れ替え戦。いやー、東條さんきつい出だしになっちゃいましたね。そうですね。771万2300。はい、逆に1回戦だから良かったと言うべきか。いや、いいんですか。いや、良くない。良くないですよね。あ、でも僕が打ってたらそう思うことにするんですよ。あ、なるほど。これが最終戦で、はい、もうこれで条件なくなるっていう段階じゃなくて良かったなって、うんうん、自分を鼓舞するためにとりあえず思っといて、はい、頑張ろうと、うん、そうですね。だってもう誰も慰めてくれる人いないんですもん、戦ってる時。自分で自分を慰めるしかないと、はい、いうことですね。いや、恐ろしい一局でしたね、うん。いや、もうこの入れ替え戦ファーストステージ、もう1回戦からとんでもないですよ。激しい、はい、トン3局ですよ、まだ。そうですね、もうなんか半分ぐらい終わったぐらいのもボリュームですよね、うん。こんなに点数動かないんですけどね、普通このルール。確かにそうですね。1000点とか2000点がよく出るようなね、はいはい。まあ、あとは手作りしたけど転売できずみたいな、うん、よくありますよね。確かに、それがね、積もり数アンコウのイシャンテンですよ。一メンツ上がりですよ、はい、一メンツ蹴って本一トイトイにする人もいるし、はい、素晴らしい。あ、イシャンテン、イシャンテンですね。数層にくっつけば4、5ロまであるような、うん、ということでリャンマン打ちましたね。はい、いいじゃないですか。ドラ使えるようになった、はい、ドラにくっついたのは嬉しい。さあ、東條もね、ドラのターツありますから、うん、ここ上がりたい。E ピンが4枚切れなんですね。だからなるほど、はい、井上さんは3ピン2ピン払いやすくはある。そうですね、うん、もうなんなら数ピン引いたら、まあでもスッチーピンでいいか。仕頃のイシャンテンするみたいな、まあ、チャレンジはありますよね。チャレンジありますか。はい、早い順目だったらちょっと数ピン引いてみてほしいな、うんうん。まだ1回戦ですからね、これ。はい、でやっぱその優勝しか意味がない、トーナメントじゃないから、うん、1人しか勝てない。そうなんですよ。だから一応チャレンジはありかなと、はい、あ、本当に引いた、どうする。さすがにね、に、はい、そりゃそうですよ。言ってみたものの、ね、はい、ここで1000点上がってかわす価値も大きいですからね。はい、実数チーピン待ちの上、ただ E ピンは4枚切れ、実数スッチーピン、うん、ただこれでもね、ローソー引いたら単ヤオになりますからね。ああ、確かにそうなったらリーチありますね。ありますね。うん、というかリーチじゃないかな、 E ピンない分。はい、分かりやすく面単ピンですもんね。そうですね、もちろん闇点もあるけど。あ、どんどん進んできましたよ。ただターツオーバー、スーピンとかローワンとか打つか。これスーピン危ないんじゃない。お、うん、どっちかでしたもんね今、はい、ローワンの統一落とし、ちょっと危なかったですね。危なかったです。いや、むしろ後からスーピンが安全度高いから取っといてる説ありますからね、これ。あとは差し子なんかもありますかね。差し子になると無理じゃないですか。確かに差し子になっちゃダメですよ。何持ってきた今。なんでしょう、パーワンでしたね。パーワンか、はい、差し子は宝珠だ。そうですね。お、思うじゃないですか、トンが握れなんですよ。あ、そうなんです。本当だ、トンじゃなかった。切りたい、むしろ。あれ、一旦チーソー。ただこれより差し子が濃くなったやつじゃないですか。確かに、もう3ピン引いたら差し子でしかない。だから差し子になる前に転敗したい、むしろ。うん、3ピンは山に2枚ですね。はい、なんてものを数えるんだ。一応見とく。一応ね、なければ安心できるなと思って一応見たんですけど、まだ安心できない。これならね、トーン払わなくても十分でしょう。2000オールありますよ。はい、ウッパーピン待ち。ただウーピンがなくてパーピンが残り2枚、十分。ああ、でもこれ、ね、逆襲のパーピンアンコとかありますよ。ありますよ。あと1枚ですか。テンパイですからね、いっぱいぐらいは行きたいですよね。なんせ宮内の顔めちゃくちゃ強いです。
情報なさすぎ本当だ、はい、チュンチャンパイがリャンマンとパーソーしかないですね。そうなんです。これぐらいは行きたいということで、チーソーも、うん、この川だったら渋々とかありますね。あ、ワンチャンス、あ、そうだ、当たりだ、チーピン、ワンチャンスのチーピンが井上に当たり、ピンフ先点の上がり、プッシュしての上がりを決めました、うん、もうウッパーピンを打ち返すことはないみたいな、うん、東條さんの構えでしたね。ドラパーピンだし、はい、さあ続いてトン4局桜川の親番です。ドラバローピン、はい、ハクハク、ハクチュン、チュンが左端に見える、見えますね、よ、総勢一面できました。左が気になる、おお、チュンチュンだ、本一だ、丸見え、丸見えです。さあ東條も形悪くないですね。十分です。初はばらけてる、はい、井上1アンコ2ドイツ、宮内もちょっとソーズっぽいですね。うん、これはソーズの奪い合いなのかもしれない。東條進んだ、想像に染めたい。ドラピタいらない、いらないよ。まあポンして数ピンぐらい打っとく手はありますけど、さあ吐く、ポン、これは桜がポンだ。さあここでどっちにするか、一旦な、うん、保留した、バランス取りましたね。そうですね、まあ何ぐらいはと、次ですよね、うん、問題は、そう次ですね、はい、ただドラ用のカウーピン待ちと考えれば、うん、一旦数ピンでね、うんうん、保留しつつみたいな手はあるけど、どうするかな。そうですね、あ、これは行きたい、行きますか、一旦言いそう、そっか、約ドラ1でもいいのか、5800、まあ、積もれば26コール、26コール十分ではありますよね、うん、もう一枚なんか引いたらっていうような、あ、チュン、これは桜川にポンになる範囲だですね。初になったら東條がポンだ、テンパイ、スッチーワンリャンピン、うん、で第3弦もなくなったんで、はい、チュンはちょっと打ちやすくはなりましたね。そうですね、さあ現状テンパイ入れてるのは東條、スッチーワンリャンピン、打点は先点ですが、桜川のこの勝負手をかわせれば十分でしょう、うん、大きいですね、はい、麻雀って本当自分が上がらないとなんかすごいことが起きますからねそう、それはそう、はい、やっぱ相手の高打点を防ぐのも大きいですからね。大きいです、うわん、うん、特にこの一人しか勝ち上がれないルールだと、あ、確かにそうですね、うん、あ、チュン出たよ、これは桜川がポン、ハク、チュンとポンしてカンウピン、ウーピン意外と2枚ぐらいいる、意外と2枚ぐらいいます。これは振り手になっちゃうから切るしかないですね。そうですね、スッチーワンリャンピンはリャンピン1枚チーワンなくてスーワンがなんと全山、全山、うん、ってことは5枚だ、5対2でも打点は圧倒的桜川さんですからね。そうですね、26コール大きい、はい、大きいです。井上もいいシャンテンまで来ています、うん、実際東條さんの目線だとドラ持ってないわけで、うん、はい、この親の役の仕掛けにドラ1枚以上あったらきついですもんね。そうですね、かなり怖いと思いますよ。怖いです、早く終わってくれと、はい、さあ枚数は東條、打点は桜川、勝者は2人に1人、もしくは井上の追いつきもある。うん、なんかこれ、はい、ドラのローピンどこにもないじゃないですか、桜川さんの手以外、はい、ってことはローピン、ローピンって引いて、はい、漫画の可能性ありますよね。ありますね。さあ東條パーソー押すかどうか、ここはやめましたね。やっぱさっきの理由ですよね、ドラ持ってないから、はい、ここで言ったら本当に1回戦で終わっちゃうかもしれないと。はい、まだその勝負はできないと。はい、さあドラが1枚宮内の手に来ました。これは相当桜川さん、おお、これもドラ来た。あ、ただこれ打点の価値が上がることでパーソー改めてプッシュはあるか、ドラにくっついて。そうですね、はい、ドラ縦引くとか、しかも安全牌も使っちゃいましたしね、うん、ただウーワン4枚見えか、一応チーワン今年もできる、あ、リャンピン今通った、はい、ドラ短期構想、はい、テンパ井上ペンチーピン、いやちょっとリーチは打ちづらいですよね。うーん、やっぱドラ持ってないんでみんな、はい、1万2000球打ちたくないって気持ちになるよ。ただ
チーピン山さん、あれ泣けた、泣けたということはドラタンキ天杯1枚あるよ。1枚あります。これ上がったら大きいですよね。1326ありますからね。はい、うん、さすがにここで無理と。ああ、なくなった。ということはウーピンが残りまだありますか。2枚、はい、1枚2枚か。あ、選択スーピンか。スーピンになりそう。おー、買えない。ドラ表示牌のままですね、はい、枚数ベースじゃなかったですね。そうですね、カンウーピン盲点で狙ったかな。まあ確かにこれでいきなりカンウーピン出てきたらなんでカンチーピンにしないのっていうきっかけにはなりそうですよね、はい、そうですね、うん、わざわざドラ表にするのみたいな。そうそうそう。しかもあのスーピン、あのさっき東條さん泣いてないから、うん、より468ってやったら4切りたくなるのが佐賀なんで、はい、佐賀ですね。だから逆手に取りましたよね、佐賀だけに。なそういうことですね。はい、ありがとうございます。 そういうことですね、はいはい、僕も解説長くなってきたんである程度ねある程度は、はい、さあ井上これパーピンポンすればテンパイ取れる。キューピンノーチャンス、うん、2枚入れ。サブローピンは3ピンあるんじゃないか。3ピン2枚あります。あ、流れたよ。ここに来た。ただもう1枚、もう1枚ある。でも今東條さんも一瞬カンチーピンにできそうだったんですよね。できましたね。7万も通る牌なんで、はい、打点でってことですか。いや、そういうことですよね。だからそこは展望を失ってる現状で、はい、1300、2600の価値高いと。はい、あ、チーピン、いやこれ厳しい。あ、一応カンチーピン否定されてる。パーピン4枚見えてて。あ、本当ですね。ただ東條さんにはちょっと怪しいですかね。ちょっと時間かかってる。おお、でもそれだ、来た。その理由で行きましたね。ん？イーシャン、じゃ違った。リャンシャンテン。はい。ウーピン全然ありますよ。ですね。2枚まだ残ってる。ウーピンここに来た。ただこれは C1 切れる。C1 にしますよね。ロー1 4枚見えてますもんね。はい。はい。スッチーピンに変化。あれ振り点じゃないですよね。そうですね。さっきまで通りまくってるスッチーピンです。はい。出てもおかしくない。いや、これ持ってんじゃないですか。これチーピン。危ない危ない。オーラ。チーピンだ。うわ、これは東條の上がり。初ドラ1 2000点。もうなんだ、桜川からもね直前スーピン出てるから。そうなんですよ。普通。あ、三？ん？約杯ドラ1 2000点。はい。だからちょっと持ってんでしたよね。はい。開かれて、あ、なるほどドラ3期だったんだって初めて分かるような配信。そうですね。うん、さあ難入しました。難一局。東條のエヴァンドラスーソーです。さあ総勢一面座ってピンゼもメンザって、いや、めっちゃいい、めちゃくちゃいい、ドラ受けもある、はい、とてもいいです。ここ逆襲の時ですね。はい、ドラドラじゃないですか三好さん。ドラ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 ってことは勝負手ですね、はい、そうですね、はい、ドラドラってことは勝負手です。いや、ここ宮内頑張りたいですね。現状トップ目とはいえ、いや足りない、全然足りない。はい、最終的に首位で終わらなきゃいけないんで。うん、ただ形は圧倒的東條さんか。そうですね。お、うん、単野をとりあえず確定させた。はい、三蔵だけは泣きそうですかね。宮内さんですね。二度受けですもんね。うん、全然泣かないで頑張る手もありますけどね。はい、さあローソン残すかどうか。おお、関数ワン払い、ゆったりゆったりですね。大きくいきましたね。はい、さあドラドラの宮内4トイツ一旦発。そして桜川がもうねマンズですよ。うん、ドラだけちょっと邪魔してますけど、はい、行く価値は十分ありますよね。お、いや、いらない、いらないか。ウーマン切ったぐらいだから。ちょっとでも123とかどうですか。あ、本当だ、一旦ローソー123か、確かに、はい、ほんのりチーピンパーピン払う手順ですね。はい、起きましたよ。リアンジョウ、これは来たな。ウーマンくっつけてリアンジョウウソーと行きたいですね。行きたいですね。やっぱりなんか二度受けよりもそこちゃんとになったら上がりやすいですもんね。うん、ですね。どうせドラそばで出づらいところだから。はい。あ、これはまあいっぱいするか。
それかリャンソーか目いっぱい、うん、三蔵引いてドラ切っても満貫のリーチ打てますからね。そうですね、あとポンテンできるし今はい、それで十分と。さあイーシャンテンに構えるか構えない、うん、なんかここでね管理山残りのイーシャンテンにするぐらいだったらって感じですよね。はい、さっきの手組みが、うん、生かせないというか、あくまでも打点を見てというところ。うわ来たよ。タンヤオイベコドラドラ闇天で満貫。高め積もって跳ねまん。危ない桜川さん。危ない。切り遅れてる。危なすぎる。いやもう危なすぎる。一手進んだらドラしかないです。そうですね。もうローソーも切ってますから。どうやったら助かるのこれ。ローソーここで宮内さんが引いてもダメだ。スーソー値だ。はい。あもうダメ。いや危ない。おお一旦耐えた。あ、これでもう一旦耐えるとちょっと次見てください。はい。はい。なんと井上もめちゃくちゃ危ない。めちゃくちゃ危ない。いやでもこれドラそばって理由で持ってるんで、はい、いやもうチキンレースみたいなもんですよ。もうどっちが先に切るか、ね、いや本当だ。いやだってどっちも切る可能性めちゃくちゃ高い。だってメンホンチートやるもんね桜川さん。はい、いやどっちが先みたいな戦いになってくっつければいい。井上はね想像にくっつければいい。マンズにくっついたら終わりだよ。終わりです。あこれサマーチーか。チーしない。チート率あるからね。しないしない、うん、ちょっと順目遅すぎたってことじゃないですか、はい、そっからやるの。でもこれチーしなかったことで助かった。いや結構これチーしないってことはチートイツ本戦だから、はい、最後になりそうですね。ドラドラ切らないみたいな話ありますか。うん順目で。なるほど。わあドラが来た。東条これチャンス。いやめっちゃチャンス。危ない危ない。もう G1 とか怖い。2から6のマンズ待ちってことですよね宮内さん。そうですね確かに。宮内さん井上さんが、はい、誰だっけ2から6、井上ですね。そうですよね。井上がマンズを2から6引いたらと。1は大丈夫。1は大丈夫。から宮内さん的には2から6のマンズを井上さんが引いた瞬間上がりみたいな。はい。いやこれ東条追いつくか。もうピンズ大体大丈夫。ピンズ大体テンパイ。全部テンパイ。全部テンパイ。はい、ああ。いやもう。あでもドラがドラが数層だから1回4万切れて。おお。すごい。助かった。こんな助かり方あります？これで。でももう大丈夫ですよ。結構出ないか。あ。あ。あ。ただもう3段目です。おお。耐えた。面白すぎる、はい、この展開。どっちもギリギリのところで耐えてる、ね、あ危ない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 。いやこれめちゃくちゃ危ない。いやウッパー危ないね。パーソー通っちゃってますもんね。いやこれは嘘だ。中筋ですよだって、はい、これは宮内の上がり。単葉イペコドラドラ8000大きい上がり決めてきた。しかも2着の井上から。あ大きいですね。大きすぎますよ。これ一人行きの可能性がちょっと出ますもんねこういう上がりって、はい。大きすぎる満貫の上がり宮内です。さあ何二曲。井上の親番ドラはウーバンです。さあ取り返した井上。トン発トン発発ドラはないけど、はい、うん、なんとか打点も見たいような手ですね。ですね、まあ、役配仕掛けてる間にドラ来るとか、はい、ドイツが増えるとか。桜川チュンが統一どうしますかね。仕掛けると1000点だけど、はい、すごい。ドラ表示牌のところになんかシャープなんちゃらが今テロップに初めて見た。ああ見落としちゃった。はい、ん、さあこれでなんかドラの周りは使えそうな。そうですね、しかもドラ引いたら3色も自然と狙えるし。はい、チュンは桜川仕掛けません。スルーしましたね。やっぱローマン引いたことで面前のなんかタンヤオ3色とかドライチとかいろいろね、うん、見えたっていうのが大きそうですね、はい、あこれで三品ちゃんとのね、うん、未来が見えました。面単品3色ドラみたいな、はい、はい、幸せな未来が見えてきました、うん、現状5ロチと6チッパ両方狙えるんでローマンも1ブロックとして見てそうですね、はい。井上トン発ポンしたらペンチーマンポンテン取れるんですけどどうですか。取りそう取りそう。いやでも分かんない。ドラさえ引いちゃえば満貫ありますもんね、はい、そうですね、うん、取ってもおかしくないですよね。うわー桜がピンズメンズ完成したと思ったらつもぎり。あ本当だ、はい、なんかさっき言った構想ってことか。そうですね、そんな安いテンパイ取ってられるかと、うん、そうですね。いいっすね、はい、もう絶対に首位で、うん、セカンドステージ行くぞっていう。そうですね、このルールならではの打点の作り方ですよね、はい、そうですね。チュンがあんこったらまあそれは受け入れるかっていう構想でしょうね、はい。打
あ、いいとこ入ったよ。イーペイコーのイーシャンテン。勘違いは払っていく。うん。うわうわ最高。これどっちの3色もいける。いけますよ、狙い通り。今感触ありそうでしたね。はい、 G1 が輝いて見えましたね。輝いてた。はい、さすがに輝いてた。うん、ドラですねこれは。うん、これで当時もリーチ対のドラ1みたいな。そうですね、ただ順目ももう2段目ですもんね。はい、当初さんはまだ愚形が残ってるからきついかも。そうですね、酸素チーソーと引かないとみたいな形ですもんね。はい、え、これトンハツってまだ 見えてないですか。あ、来た、うーそうも輝いてる。これは感触ありますね。はい、もう捨てられたイーピンリャンピンも輝いてる。本当だ、うん、光ってる。光ってます。はい、こう、あ、チューンは何でもないや。さあどうだ。おっ、すごい最高の輝きを見せてるウーピン。1か、こんなに輝いてるウーピン見たことない。え、ドラ何山、3山じゃないですか。いやー、これ決まったか。3000-6000、これ3000-6000ですよね。こんな、ね、素晴らしい手順見せられて。これが麻雀だったらウーワン一発ないけど、ウーワン一発も、あ、はい、いや1枚しか減ってないです。1枚しか減ってない。びっくりした。いや、これでね、パーワン積もるとこ見たことない。意地悪意地悪。2枚減った。だってウーワン、だってね、宮内さんウーワン引く、うん、桜川さん引かない、東條さんウーワン引くだよ。はい。あ、休め打たれる。あー、パーワンだ。しぶしぶ上がります、桜川。リーチピン負担屋を3900。なんか表情も、パーワンの方かというような表情が。いやー、でも親がポンして通ってない牌打ってきた以上は見逃せないですよね。はい。いやー、ただね、素晴らしい手順見せてくれましたね。いやー、でも素晴らしい手順でしたね、はい、本当に。いやー、今の手順は良かった、本当に。さあ、南三局、宮内の親番です。ドラは数ワン。いやー、もう本当ね、東條のピンズヒットメンツ落としもありましたし、はい、本当今日面白い手順たくさん出てますね。マジで見せてくれる。はい。もうどっちも勝ってほしい気持ちだけど、一人しか勝てないんですよね。そうなんです。一人しか勝てない今日の戦い、勝つのは誰になるのか。さあ、親番は宮内。あ、いいリアンピン。はい、上の3色は見える。見えますね。いいシャンテンも完成。これで返信は1数ピンのいいシャンテン。全然ペンチンは即利行きたくないですけどね。はい。うわ、9ピン。あ、これでショックの理由もできたか。テロップがまだなかなか治らなさそうなの で、ね、お、治った。あ、でもまだシャープが出てる。シャープ、あ、ドラ、あ、はい、ドラのところ。でもそれ以外は大丈夫そうですもんね。そうですね、しかもドラ一応乗っかってるじゃないですか、はい、上に。確かに、もうドラで隠してる、もはや。だからリーチ棒の本数が、なるほど、あのエクセルのあれじゃないですか、 レフみたいな。はいはいはい、シャープレフ。なるほど。じゃあリーチ棒が多分表示されないだけで他は大丈夫そうですね、うん、大丈夫そうですね、はい、ということで皆さんそんな感じでお願いします。まあ、じゃあ流局しなければ問題ないですね。はい、リーチ棒は。さあ井上が差し駒ある。差し駒であるか、うん、ちょっと桜川さんが苦しい。はい、おっと、おこれね、全然簡単にパワー1切らなかったんですよね、はい、3色を見てるということで。でも9-1切ってる。超ゆったりは9ピンとか切って6チッパを見るはあったけど、はい、やりすぎって判断でしたね。そこまではできないと、うん、こうしとくと数値1の縦引きで打点をアップすると、まあ、ドラですね、はい、ドラの縦引き。いやー、難が重なったけどない。ないんですか。ラブナンがもう握れ。なんで？なんででしょう。なんだけに。え？そうですね。お、テンパイですよ。ほら。一数ピン。ここは東條がリーチだ。リーチピンフドラ1。井上数ピンが危ない。ちょっと切り遅れちゃいましたね。差し子になったというところだが、ここでシャーもあるか、三層もあれだから。シャーになりそうですよね。シャー切った後も打点は確保できるんで。はい。シャーシャー切ってどうにかしてリーチと。うわ、待って、まっすぐ行こうと。ちょっとね、ここ頑張れば受けそうですからね。うん、ただ井上は
ね、苦渋の選択シャアの統一落とし。確かにな、3700点、うん、ちょっと上がっておきたいですね。単葉ドライチぐらい。そうですね。あれウーピン3枚見えた。ああ来ましたよ。これは9層ぐらいまずいきますか。ウーピンが通ってる。ただウーピン切れてよかったですね。はい、あの数ピン当たり牌なんで。確かに先に形決めたのが功を奏すかもしれない。はい、うん、桜川もね手材料いいとはいえリーチを受けてしまってはということで。さあ勝負点。9層いい層はまだ通ってない。地位点取りますかね。リーチ入ってる以上リャンスをサブローバンですけど取りますか。うん、面前で転廃はしたいと思うが、うん、おお、あんこあんこったけど、いやこれもうイーシャンテンでもめちゃくちゃ広いですよ。広いですね。両面から入ったらどうしますかね。チーソーの方がちょっと危なくて、チーはしないですよね、広すぎて。うん、そうなんですよね、さっきと事情が変わりましたからね、うん、受け入れがもう広すぎてね。 QLDK ぐらいありますよ。なんだって QLDK ですよ。 QLDK、はい、家の広さってことですか。はい、QLDK のイーシャンテンです。これは QLDK っていうのは一部屋が一つの受け入れってことですか。はい、あ、そうですね。はい、なるほど、意味わかりました。はい、アーチ点取れるけど取らないですよね。QLDK はね。はい。でもね、両面から入ると、うん、ちょっと危ないですよね、スーピンが。スーピンとチーソーだったらどっち選びそうですか。スーピン何枚見えました。3枚ですかね。あ、じゃあいけるか、チーソーの方で。いきますか。ノーチャンスになるとちょっと危ないなと思ったけど、両ピンも3枚見えてるんですよ。はい、あ、来ましたよ。ね、どっちだどっちだ。どっちを選ぶか。リャンピンとウーピン3枚ずつ見えてるんですよ。で、はい、ローソーは2枚しか見えてない、絶妙なんですよ。なるほど。だからどっち選んでもおかしくないです。おお、正解だ。おお、いやむずいよねこれ、上下ワンセットだから。うわー、いった、しかもリーチ、サブローワンリーチ、ふかしてからの3枚、ふかしてからのイースピンどんどん減っていく。ないんじゃないですか。もうEP1枚、2ピンない、 EP1 枚、はい、サブローワンは1、2、3、4、5、6、7、1山、1対1。はそして手詰まってる、小杉さん手詰まってますね。いやこれ E ピンもワンチャンスで1人の見物ってことは危ないじゃないですか。これですよね、 E ピンだ、うん、これは登場の上がり、リーチピンフドライチ3900。いやこれちょうど井上さんの見物でもありワンチャンスっていうところが、はい、はい、井上さんのリーチによってこれが打ち出された印象になりましたね、うん、はい、いや井上もねめちゃくちゃいい手だったんですけれども、本当に、はい、3万落ち点取らずにしっかりと仕上げたけど、うん、はい、ここは登場が見事上がりました。さあこのね激動の1回戦も難4局までやってまいりました。ドラローソーです。ドラローソーです。2メンツがある、2メンツある、あ結構いいじゃないですか。はい、うん、桜川さんはメンちゃんあるので、井上さんは52クラス上がれば浮き、そうですね、王将さんはちょっと浮くのがきついから、はい、どうするかですよね。どうするか、うん、この手を打点を見て打点回復にするか、はい、1回戦は、うん、あの結局優勝者を決めるような上がりも好ましくないから、うんうん、はい、先手でもいいから上がっちゃうかとか、うんうんうん、ドラだ、ドラのローソーです。おー、いいシャンテン。でもね打点がだからここ、うん、あでもここでダブナン打ったってことは、はい、もうこのゲームは終わらせに来てますね、うん、反対に井上は何本しなかったですね。あれ、あそうか、はい、ってことは浮き、浮きを超意識、はい、これはドラ受け、ドラ受けというかドラや、ドラ本体、ドラ本体だ、本物の方です受けじゃない、はい、本物でした。さあ井上も浮くために1枚目の難をする。宮内イシャンテン、うん、宮内自力でトップを持ち帰りたいですね。はい、井上さんどうする、リーズもチートイツとか。なるほど、ありますね、うん、ちょっとありますよね。はい、小杉さん2差し差し5狙えるんですね。確かに
打点もついてくる、うん、メンツでも、いやどうすんだろうな、次出たらメンツでになりましたもんね今。はい、もう2枚目ポンもせざるを得ないですかね、井上してもいいとは思うけどどうするか。うん、痛い痛いけど上がったところでの手ではある。ああ、自力、しかもこれ1326ありますね。はい、ちょっとありますね。あんこから入れば、はい、もしくはシャンポンで振りかぶりリーチ、振りかぶりリーチ、振りかぶりリーチ、振りかぶるんですね。だってね、積もったら浮きますからね。積もったら浮くなら振りかぶっても許されます、はい、と思って、はい、ドラ引いちゃうのが、ドラ引いてもダメか、ドラ引いてローワン切って時間かかるな、ダメだな。うん、キューピン切ってるですね。一通変化は厳しい。ただ引き戻し悪、おお、3枚切れてるけど、はい、残しましたね。ドラにくっついた登場、ただドラ票が残る。うん、宮内もいいシャンテンが長い。天敗、天敗、サブローピンリーチにします。26オール、はい、26オールへを、お、26オールをつもりに。あ、結構程よく、程よく3ピン1とローピン3、4山ってことですか。程よく、程よいですね。3万ワンチャンス、うん、ここは現物の数番切り、うん、いやー、これは26オールあるぞ。26オールここで引いたらトップですね一旦は。はい、いやー、東条さんは、うん、そうだよね、ウソ入ったロギだけ勝負か、東条さん。そうですね、それ以外だとちょっと勝負しづらいですよね、はい、数層の負荷が高すぎますね。お、来た、積もった、リーチピン普通もドラ12600オール、これは一旦トップ目だ。そうですね、トップ入れ替わる形になりました、はい、大きすぎる。2600オールは本当にあったかい、あったかい、あったかいです。あったかいね、これであったかいなら4000オールは何なんですか、うん、いや暑いです、暑い、はい、暑い、いやー、このほっとしますよね、2600オール積もった瞬間。これでなんか、はい、あの稼ぐ準備できたなって感じですよね。そうですね、ここからが稼ぎに行く時間と、公式ルールで沈む心配のないラソーヤ、はい、もうこれやるためにこのルールやってるんで、はい、だから僕は勝手に思ってるだけですけど、いや本当そうですよ、はい、しかもね今日は1人しか勝てないということで。そうなんですよ、だから、はい、ここで攻撃の手を緩めずに二の矢三の矢と放っていきたいですね、はい、さあドラーパーピン、ここで点数稼ぎたい桜川。井上さんは浮きが厳しくなったら一回終わって次のゲームっていう手もあるけど。そうですね、やっぱ一人しか勝てないってなるとここで稼がれるのも痛いですよね。痛い、だからあまりにも手配がきつければねやっていいと思いますけどね。はい、宮内さんはなんか大体上がれば逆転できそうですね、うん、1500点差ですもんね、はい、ないに等しい点差と言っていいでしょう、うん、さあ井上、1-2-3が2つあるがいいピン切ってる。本当だ、はい、ちょっと3色きついか、うん、東條さん白はスルー、2枚目も2枚目もスルーと、はい、泣かないとチートイツとかリャンマン入ったイーペーコーとか、はい、そういう感じになりそう。あ、イーピン、お帰り、まさかのラスハイ、帰ってきたなら残しますか。ちょっと自分でもびっくりしてたもん今、はい、こんなの帰ってきちゃうのと。そうですね、はい、大事にしましたね、はい、せっかく帰ってきてもらいましたから、うん、残しましょう。しかもイーピン4枚目だからペン3ピンとかカンリャンピン残りになっても盲点になりがちですからね、はい、そうですね、筋とかになったらね、はい、いやどうする、振りかぶり数ピン行きたい、行きたい、あ、それでも、はい、一緒ですね、まあ、これも振りかぶってますね、はい、振りかぶってます、間違いません。さあ桜川もね、この親番、いやむずい、これ普通のリーのみになりそう、なりそうです、しょうがないですよ、うん、仕方あるまい。でもね、やっぱ構想力はありますよね、その切るときに、まあ、どう見てもチーソーいらないんですけど、はい、一応手役考えましたからね、はい、イーペーコー狙う余裕あるかなとか、うんうん、
あの3色の手組見事だったように、はい、しっかりと考えてるなって一打一打で分かりますね。はい、井上もいいシャンテンにはせずローソーつもぎりとしていきました。3色おーうまくいってる。このローピンもやっぱドラウケアだから本当にいいかなと、うん、4万1切れだから、はい、そう4万9かなとか。はい、打点を見ていきます、うん、桜川もう一度 A リーグで戦うためにですよね。大事ですよね。本当大事すぎますね。可能性は小さいけどでも絶対1人は勝ち上がるんだから。そうなんです。 A リーグに、はい、あーリーチ行くか。馬強であるリーチは。はい、リーチ行きます。換算は実際は山に1枚だけど盤面はよく見えるんですよね。はい、あの2と4が自分から3枚見えている、うん、サンドイッチされてますから。はい、実際は1人がメンツで組み込まれ東條さんが統一という。うん、一枚山ですか。ただリーチっていうのが大事ですからね。そうですね、リーチと言われてしまえばなかなか合わせない、うん、大体みんなの手破壊されていくんで。はい、桜川が全員の手を破壊。はい、もう宣言したいよリーチと。うん、そうですね、うん、さあこの入れ替え戦もね、全15期ですかね、杉浦がファーストステージから、はい、ね、熱いですよね。上流か A リーグへ行ったりなんてしてますからね、うん、このファーストステージからでも十分に A リーグまで行ける可能性があると。いや本当にだから、まあ、さっき阿久津さんが何年短縮されるんだろうって話したけど、はい、本当にその通りで重いですよ、うん、重いです。あのまあ最短2年で上がれるかもとか思っても、うん、それって昇級する前提の逆算なんで。そうですね、そもそも昇級できるかわからんし、はい、降級することだってありますからね。ありますよ。だからなんか平均すると本当もしかしたら5年とか、うん、そういうレベルになるかもしれないんで、はい、麻雀プロの5年とか重いですからね。重いですよ、うん、5年ってもうね、5年はね5年ですよ結構5年ですよ。その面白いこと言おうと思ったけど思いつかないからちょっと言い返しまいやなんかもうだって例えば、はい、今20代20代真ん中ぐらいだったらもう30になるし、はい、30周りぐらいだったら35ぐらいになるし、そうだいぶ変わりますよね。いや全然変わる。やっぱりね年齢というのはね逆戻りしませんから。そうなんですよ、はい、めちゃくちゃいいこと言いました。なぜかねみんな若々しすぎて年齢が分からなくなりますけど確かに不詳な人は多いですよね、はい、でも実際の、ね、年齢はどうしても進んでしまうと、うん、宮内さんぐらいですよね年齢進んでないの。確かに永遠の、はい、いくつでしたっけ。永遠の20んなんかありましたよね。ありますね、はい、はい、永遠ですから、まあ、時止めのね魔法があるんで、はい、まあ、宮内大丈夫ですか。宮内さんなんか後で。いや大丈夫です、大丈夫です、はいはい、OK です。さあスーピンスチーピンの二度受けが残ったイーシャンテン、うん、イーシャンテンということで難をちょい押ししましたね。あ、ションパイですか、はい、次に残るチュンもションパイ。でも価値あると判断、はい、まあ、仕上がったら単品ドライチだし。そして桜川の町の3番は山からなくなっています。あら、ただリーチと言えたことに価値があると。そうですね、あとはスーチーピンを引けるかどうか。宮内さん、はい、あーチーピン現物だけど出ることはないだろうな。うーん、さあ数層が4枚見えてるので、はい、4打目にリャンズを打ってることから3層は粘れそうですけどね。あ、でも粘らない、慎重に。リャンズも4見えでしたね、うん、だからあの、まあ、チュンが結局通ってないから、はい、そこまで負荷かけなくていいだろうと、はい、あとチーピンとか結局宮内さん押してるの分かるから、うん、みんな打たないっていう考えですよね。なるほど、どうせチーテも取れないだろうからやめようって。はい、あれちょっと待って、チュン押した人いるな今チュンさらっとイーシャンテンで、はい、ションパイのチュンを、はい、くっつきのイーシャンテンでしれっと切りましたね。しれっと打ちましたね。ただ、だここでテンパイしたいと。でも危険杯ですよウーピンは。ちょっとこれ圧すごすぎないですかこのウーピン。え、これ両結びですよだって。いやこれはちょっと行きづらいぞ。背定というか法定、まあ、牽制リーチだと読み切ってウーピン打つ。いや無理だな、親リーチに対して法定では打てない、うん、そうですね、はい、流局となりました。桜川一人天敗で流局。
やでもファイティングポーズは崩さないですね、東条さんも。そうですね。いや、あれだけ放銃してもまだ戦うんだから、どんだけメンタル強いんだって感じですよ。はい、内なる闘志をね、メラメラと燃やしております。はい、フェニックスのごとくそれはちょっと練ってきていた。いや、あの、今思いつきました。今思いついた、はい、今思いついたのでセーフですよね。全然セーフです、はい、いや、むしろ素晴らしい瞬発力を見せていただいて、はい、はい、さあ、レンチャンですよ。日本馬まで来ました。京卓一、桜川レンチャン中、トンガ統一、まだ頑張れそうですね。はい、いや、井上さんもきついですね。徐々に削られて原点遠くなっていって、手配も悪くて、なんかありがちですよね、この浮き見えそうと思ったら、はい、じわじわ離れていって、うん、なんかいつの間にかこんぐらいの点数みたいなですね。はい、一応満貫があると浮くけど、手配は満貫にならなさそうなんで、うん、そうですね、この手配ちょっときついかな。はい、あ、ただこの曲は全員重そう、まあ、登場がいいぐらいか。あとは桜川がトンなければ上がるだけなら簡単というような、うん、そうですね。登場さんもドラ浮いちゃってるんだ。で、持ち点的にドラ引っ張りたいから、ね、はい、重たくなりそうだな。お、あ、1通見えたから、うん、ちょっと止まったか。もうローマンいきますか、うん、はい、中走引きとか急走引きに備えてると、うん、そうですね、唯一の打点というような、そうですね、希望が見えてきた、ね、うん、これでマンズまであるか。本当だ。宮内さんは何も現状狙えるものがない。うん、なんかうまくいけばちゃんと3色とか、なんか9ピン引いたら、そうですね、ありそうですね。チュンがお邪魔してます。お邪魔チュン、うん、ここは貫禄ピン払い。いらない。ソーズっぽい。うーそ、もういっそカンチーピンも払うか、一旦いそう、うん、チュンが山さんなんですね。チュンが山さん、はい、ドラですね。ということは東条がドラドラと引くこともあるし、他の人が一気に重ねることもあるしありますね。井上なんかあ、これはいい、これはピン2払う構想でしょう。はい、うん、払っていきます、カンチーピン。チーン統一もあるか。三蔵とか面白い。あ、面接した。おー、チーン統一いらないよと、うん。パーソー引いて、これでいいシャンテン。3色つけたいですね。つけたいです。ピンツはいらん。いりません。開いて。痛い。痛くない。痛くない。さあ、9ピン欲しい。いった、いらない、痛くない、痛くない、全然痛くない、はい、面白くないですからね、そこ入ったテンパイとか。そうですね、うーん、ちょっとマンズ染め切るには遅すぎるって判断ですね。あ、来た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 、ついでに E1 も引きます、ついでに欲張り順ちゃん3色まで。でもチーしますか、これも、はい、します、しますか、はい、すると思います。さすがにきつい。あ、リーチだ。何がチーだ、自分で引いてやるということですね。はい、宮内ペンチーワンリーチない、ない、ないんですよこれ。あー、おー、チーソー、きたきたきた、ものすごいとこ引いた。いやでもこれドラ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 だ。え、ドラですよこれは。ですね、これ行きたくなっちゃうな。チーワン出ることないですからね、多分東条さん。そうですね、現状は。でも桜川さんも3900オールのいいシャンテン、 いけるのか。両無筋のウワン、ウッパーソンも危ない。2枚超危険配、ね、行くか降りるかの2択ですね、すでに。そうですね、急走が保留だけど、はい、価値はぐんと下がる。いや、急走トントンとかになるのかな。なるんじゃないですか。うん、人はいくらなんでもと、はい、いくらなんでもこれ2枚押したらどっちか渡るだろうと。なんかな感じです、ね、うん、そう、リーグ戦じゃないんですよね今。はい、要はこの宮内さんになんか3900みたいなのを補充して、うん、はい、着順変動プラス素点の直撃みたいなのも嫌ですよね。嫌ですね。ということでここらでやめますか。うん、急走打った瞬間手配価値下がりましたからね、はい、やめるならここだし、まあ、思い切って一杯粘る手はある。
スーピンはスーチーピンがノーチャンスで、はい、リャンピンが2枚見え、イースーピンは否定はできてない。さあどうする、この親番放棄するのかどうか、うん、トンの統一落とし。ただトンっていうのは通ってはない、はい、粘りですね。粘りまだ粘っています。親番桜川、そして宮内はないんですよ。繰り出した三色だが山にない。あ、これ上を重ねたということはまだあるか。スーピンは比較的ね。あれ、あ、いつの間にかトラさん、やばい、まだ間に合う。まばたきをしている間にドラさんです。順から。ただこれね、パーワンコになったらチーワン出るんですよね。パーワンあるんですか。あります。これ3万押すでしょ。はい。いや、これテンパイの仕方によっては危ない。いや、めっちゃパーワン引きそうな気する。やめてくださいよそんな。あ、でもローワン取った。これ泣けるかも。6、9ワン、9ワン出るか。出ない。あ、9ワンションパイか。それ出ないですね。あ、怖い怖い怖い。え、いやでもウーワン危険、関係ない、関係ない、うん、確かにこの手入ったら、はい、もう一回頑張りたいですよね。危険とか言ってられない、うん、上がれない方が危険。いやでもこれ様子おかしいっすよ全員、うん、何これってなる。だってこんな度終盤でウーワンとか、はい、強烈すぎるじゃないですか。パーワンなくなった、もうなんかドランコのテンパイとかでもおかしくないようなですね。はい。ただもう上がりはなくなったか。東条さん今無駄相撲だったんで。なるほど、運が良ければテンパイ。さあ東条テンパイできるか。どうだ、テンパイどっちだ。パーワン筋、パーワンだ。7万も筋、はい。ちょっと危なかったですね。危なかったですね。さあ流局となりました。東条宮内2人テンパイで流局となりました。桜川トップのままですね。はい、以上で1回戦が終了いたしました。トップから桜川、2着宮内、3着井上、4着東条の並びで1回戦が終了いたしました。続いて2回戦です。